となったのが今のお店です。そこから後がありませんから、ちょっとはしっかり頑張るようになりました。それまで就職を一度も私はしたことがありませんし、二十歳からずっと社長をやってるんで態度でかいんですよね。社長さんってでも結構態度でかくないですか、佐賀さん。結構でかい人が多いと思うんですけど、僕はもうその典型やって、でまあ自分で社会人にはなられへんなということが分かってたんで、もう就職なんか絶対できませんって自分で思ってました。ほんなら自分はこれでこの店でやっていかなあかんなと。でそこからちょっと心を入れ替えて頑張るようになったんですね。おいしいお弁当を作って、大きな声で皆さんに挨拶してということで一生懸命やるようになりました。ただ全くうまくいかないんですね。売り上げは毎年毎年どん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 と下がり始めるんですよ。で一生懸命やってんのに成果が出ないんで、とても焦り始めました。でも俺は頑張ってると、なんであかんねん、これ従業員になったんですね。その時はもう従業員に気合を入れ直さなあかんということで、今でも思うと非常にかわいそうなことをしました。で、先輩の経営者にその時は相談に行きました。先輩どうやったら経営うまいこといきますかと。お前何のためにやってんねん、経営理念なんやねんって聞かれましたね。一言も答えられなかったです。自分は何をやりたいのか、何のためにお店をやってるのか、もう頭空っぽでやってますから毎日、何も一言も答えられませんでした。で次は本部頼りました。先ほど茅野さんもおっしゃいましたけど、本部頼りました。で本部にはああいうチェーン店にはスーパーバイザーという偉い名前のやつがいてるんですね。スーパーバイザーがあなたのお店をサポートします。相談に行きました。17年今経ってるんですけど、ずっと待ってるんですけど、まだいいアドバイスがないんですよね。未だにアドバイスが、こんなこいつらも耐えられへんなということで、ますます追い込まれていきました。その時に隣の美容室の田中さんという、オーナーさんが一回一緒に経営の勉強会やるけど来えへんかというふうに声かけていただきまして、それまで私は本を読んだこともなくて、人に会って話を聞くということもなく、パソコンも触りませんでしたから、もう情報が全く入ってこない状態だったんですね。経営の本があることすら知らなかったです。で、その勉強会行ったらみんなでこう DVD をバーッと見てるんですけども、そこで、ランチェスター戦略の武田先生の DVD を見させていただきました。で1回目なんで内容はもちろん理解できなかったんですけども、これええなと、1回やってみようか、こんなやり方があるんかということで自分の中で、取り入れていきました。ここがきっかけになりました。その田中さんとのこの出会い、ここで出会いました。美容室、はい、声をかけていただきました。で、きっかけまでいただきましたね、ここで。これが、私のここからターニングポイントになりました。で、ここからちょっとずつ毎日の仕事ぶりが変わっていきましたね。あ、それが何年前？7、8年前になりますね。はい、まずは、やり方がわからないんで、どん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 パクっていきました。隣の美容室にうちの嫁さんが行くと、次の日にはオーナーさんから手紙が直筆で来ると。お、これはすごいなと、はい、いうことで弁当屋にもかからずまずははがきをパクりました。で一枚一枚こう帰っていくと、お客さんがすごい喜んでいただけるんですね。すごいな、こんなん送ってくれるのありがとう、ありがとう言われたら嬉しいですが、また書きます。でそういうことをしてるうちに、ちょっとえらい数が弁当屋なんで、今1日お客さん300人ぐらい来るんで、ちょっと書けなくなって、今はニュースレターということで、対応しています。1日多いと何枚書いた？1日手書きで30枚ぐらい書いてましたかね。まあ、はい、で全部直筆で、ミスったらボーン紙持って、また書きまして、はい、次に、顧客名簿を増やしていきました。でこれには初めきっかけがありまして、1年半ぐらい毎日来ていただいたお客さんがいたはったんですね。でいろいろ話させてもって、なんかお土産なんか差し入れなんかもいただいたりして、うちも余ったもの食べてくださいということで、深い話なんかもしたりしました。でその人がもう急にパッタリと来なくなったんですね。もちろんお客さんとお店という関係ですから、連絡はもちろんお客さんからないですけども、僕は人間関係ができてると思ってました。1年半毎日でしたから。でもそれで連絡がなかったんですね。なら自分がやったことはお客さんとお店として、商品とお金を交換してただけなんかなと思って、非常に情けない思いになりました。それでそこからお客さんの名前と
住所と連絡先ぐらいは聞こうということでスタートしたのが今の顧客名簿です。今はだいたい5000人ぐらい集まりました。で、はい、変えたことないですよね、そんなのね、と思いますね。僕もないですからね、はい。この中から今毎月3500人の人をピックアップしてニュースレターを配るようにしています。それで、次に地域を狭く絞ってその中で知名度、お店の知名度を上げていこうというふうに目標を決めました。広い範囲で私のお店の知名度を上げようと言ってももちろんできないので、本当に狭い狭い範囲でやっていこうということで、例えばですね、うちのお店がちょうど通学路になってまして、3時ぐらいになると近所の悪ガキがバーッと帰ってきようんですね。その時に昼間揚げといて余った、コロッケ唐揚げがもうカチカチになってるんですけども、それをお前ら食えー言うて食わしちゃうんですよ。はい、んなら子供小腹空いてるんでしょうね。大人カチカチで食えませんよ。それお前なんやこれならお前らそれよそで物もうたらちゃんと家帰ったらお母ちゃんに言えよ言うて、夜になったらお母さん連れてきるんですよ。いやそれ見やってちゃいますよ全然。お前あげたんです、もう捨てますしてるから、はい、どうせやったらお子さんにあげようということ、はい。でうちの客層はファミリー層ということで、次は客層を絞ります。でファミリー層と思われるようなお客さんにずっとアンケートを取ってきました。そうすると主婦、今日弁当にしようという決定される8割以上が主婦ということが分かったんですね。なら、ニュースレターも店作りもチラシもその主婦に向けて書いて、作っていこうということで取り組んでいきました。で、それ以外にも私はこんな感じでわー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 言うの好きですから、近所のお客さんの家族やお子さんとか連れてね、釣り行ったり、カブトムシ一緒に取りに行ったり、ホタルを見に行ったりということで、やってます。でもこれも全然無理はしてなくて、自分が家族サービス、大体月1回ぐらいはしてるんですけども、その時に一緒に行こうか言うて声かけてあげるだけなんですね。容器おったら楽しいですから。で今の人はコミュニティを求めてはりません。ちょっと声をかけるだけですごい人数が集まります。もうちょっとこれやったら車の台数増えるからやめとくかっていうぐらい。そして、週1回、ランニングサークル主婦向けのやつをやってます。で岩瀬さん後ろからお尻ばっかり見んどってやるんですけど、そんなもん見るか言いながら、ここでの僕の目的なんですけども、そのうちのメインターゲットである主婦の人にお店の意見をこう好き勝手バー言うてもらうんですね。みんなめちゃめちゃ言いますけども、ここでのそういった意見を取り入れて、お店の店作りに生かしていってると、はい、いうことです。でそういう倉庫をしているうちにこうコミュニティが増えてきまして、今度岩瀬さんみんなで一泊旅行行けへんかと、夜エッチなことせんどってや言うて、去年の夏は30人ぐらいで行ってきました。こうなってくると人の採用もそういう人の中からできますので、全く困らなくなりました。当時はまあ僕の人柄が悪かったんですけども、続かない、辞めていく、で入ってこないということで、大変な思いしました。でお客さんとしてこう来はった時にいい対応じゃないですけど、お客さんなんでいい接し方ができるという人は、まあ接したら間違いなくいい接客してはります。で女の人はいい人材がたくさんいません。男のいいのは大手行ったり、独立したりということで、うちのような店には全然振り向いてもくれないんですけども、女の人は一旦出産ということで、家庭に入りますので、いい人材がワンサといるということで、今でもうちの8割から9割ぐらいは女の従業員で回してます。お客さんから採用する、はい、お客さんをスカウトする、そうです、はい。お客さんとしてすごいいい対応しちゃうんですよね。僕は自分が買い物行った時に昔はすごい偉そうな態度してたんで、それができる人はすごい立派な人やなと。なもちろん野党とすごい対応していただきます、はい。それ以外で地域でもっと根を張っていこうということで、福祉施設や頑張っておられる社長さんなんか
とも組んでいく取り組みをしていきました。ポスティングや、メニューをこうニュースレターと一緒に入れたりするんですけども、そんな簡単な作業は、地域の障害者施設の人に、お願いしてみんなにやっていただいてます。で、頑張っておられる社長さんとして、そうですね、ケーキ屋さんと和菓子屋さんとパン屋さんというのが近所で有名店であるんですけども、うちで弁当のついでに持って行ったるからどないですかということで声かけさせていただいて、今はそれで、一緒に宅配業務もやらせてもらってます。その中でちょっと利益をうちがいただいてるということですね。なら一緒に勉強会もしようかということで、そういうメンバーを集めて勉強会ということで、やるようになりました。何の勉強会？あ、経営の勉強会です。武田先生の DVD です。はい、で、常連のお客さんもどんどん増えてきまして、嬉しいお手紙や差し入れなんかもたくさんいただけるようになりました。今毎日のように何かが必ずお客さんから差し入れがいただけます。毎日？はい。先日は14日バレンタインで雨の中たくさんの人が傘さしてね、弁当買いに来はったんちゃうんですよ。僕になんかプレゼントをくれてるんですね。もうこんなんお返し目的でも僕何でもいいですよ。お店をやっててお客さんから物をいただけるとね、とても嬉しいですね。その時はもう夜になったらバイトに分けても食べられへんぐらいの量になってたんですけども、商売やっててよかったなと。もう20人以上は近所の子供とかも持ってきてくれたんで、はい、なんか傘差して持ってきてくれるんですよ。嬉しくてね、僕もうほんま商売やってよかったな思えた一日でした。バイトの若いやつらがオーナーキャバ嬢並みですね言うてるんですけども、お前らもっとそれぐらいの接客せえ言うて言うといたんですけどね。で、私が勉強しました武田先生のランチスターでは戦略と戦術というのが出てきました。まあ、皆さん分かれると思いますけど、戦術は手足と体を使ってやる仕事です。こちらの戦略というのは、目標を決めたり仕組みを何か作ったりということで、あとまで何かを作り出す仕事ですね。で、僕がやってたのは唐揚げ揚げて焼肉焼いて、ご飯詰めて宅配行ってということで、全部こっちの戦術の方をやってました。社長がやるのはこっちの戦略の方ですね。こっちは一切やってなくて全く一緒のことやってました。そうすると、私が社長やからいくら要求給料が欲しいといったところで、アルバイトの時給が大体800円か900円ぐらいなんですけども、大体まあそれかける時間というのが私の給料になっていきます。これはうまいことになっててそうなりますね大体。そして、次に、差別化と、いうことで取り組んでいきました。で、僕はすごい弁当屋ってめちゃめちゃ古い業態やなと思うんですけど、皆さんどうですかね。居酒屋なんかはどん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 新しいなっていってますよね。で、飲食店なんかもどん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 新しいことやってると。弁当屋はいつまで何十年とずっと一緒ですよね。僕も弁当屋買いに行くんですけども、チェーン店弁当屋多いですけどね、今どこで自分が買い物してるか分からんぐらいメニューも一緒で、やってることも一緒で、例えばうちやったらお茶ポッと出したりするんですけども、お茶出すだけで皆さんびっくりされますよね。お、この弁当屋お茶が出てくるのかということで。雨の日だと、まあタオル出してあげてもいいですし、差別化なんかやろうと思ったらいくらでもできますよ。で、当時うちの店が一番ダメやった時で北摂の50店舗中大体10番目ぐらいやったです。で、1位のお店とは、10番なんで、もちろん売り上げにこんだけ差がありますよね。もちろんその中で1位になれるということは全く考えもしませんでした。しかし僕はお礼はがきを書くようにして、業種さんがやってるように顧客名簿を作って、でニュースレターを配っていってということで、まあここは僕は 全部マネとパクリばっかりだったんですけども、マネていったことで、ちょっとした小さいですが成功体験をここでするようなことになりました。で、成功体験をちょこちょこ積んでいって売り上げが上がっていったんですけども、この時で10位から5位ぐらいに上がりました。で、5位に上がった時に、ひょっとしたら1位いけるん違うんかなというふうに思って、ここでやっと北摂地区で1番になるというふうに考え方を切り替えることができました。同じチェーンなんで売り上げが分かるんで、1位の店がこんだけやと、
ほんならうちやったら例えば100万円やったら100万円売り上げが足らんなということで、